の違いをお見せしますね。中間距離の火力はカリンですが、体力的にはカリンの方が若干少ないと。ラウンド1。ファイナル。さあ、まずは第一バトル。そして桜にはこのように飛び道具を持っている。そうですね。これも一つキーでしょう。さあ、丁寧に技を振り合うカリオシャ。お互いこの前管理非常に重要です。前に出る。仕掛けたのは孫か。さあ、仕掛けていく。中足、しゃがみ中継の外側から。まずはリード。さあ、生は画面端。いや、孫踏み込みかなり深いです。前に出る。いや、いい。さあ、機動力を生かして入れ替えた。そしてチャンスになる。トリガー発動。さあ、生スラ投げを一つ。打撃と投げが怖いが、ただ暴れていく。暴れた。そうですね、ターン取り返して、トリガー発動、切り返したのは孫です。さあ、生はまだトリガー中ではあるが、ワンタッチ後ろに投げて若干残ります。ただケースにも見えるぞ。いきなりいった、前にズバッと入って、孫としてはどう削り取るか。ターンの上から削るか、もしくはですね、何もチャンスがあれば生も、ああ、いい。ただここはうまく振りかざしている足の跡、踏み込んで投げ、孫スタート。さあ、かなりの火力がある両キャラですが、地上で技を振り合って踏み込みも見せると。そうですね。さあ、かなり地上戦がハイレベルに行われている。今度はナウマンが画面端を取って、さあ、一気にスタンチを貯めてのこの画面端攻め上。さあ、トリガー終わります。孫しかも強形から V トリガー発動、後ろに投げた、ラインが入れ替わりました。上から行く、後ろに回っていたナウマン、これはラッキー。さあ、証券前で入れて、無理やりターン取り返しましたね。さあ、ゲージ3本も見えてきそうだ。どうだ、生トリガー割る、これ発動でしょう。さあ、いくつ波動発動、抜けていく。トリガーはもうサッカー非常強力です。上から何が若干距離があったか。いや、ここはナウマンが距離を取る。さあ、まだタイマー割るぞ、うん、この距離の波動源非常に強力。さあ、お互いのいいところがぶつかり合って、このファイナルラウンド。さあ、いきなり前ステップを見せたナウマン。さあ、いやいや前のめりになってきたか。打たせている、ブロイガード。そこから画面端、これはスタンがあるぞ。スタンさせて大きなダメージ。さあ、ゲージをしっかり溜めてからの、ここからです。タクになる。さあ、超強力な画面端、うまく生かして1試合目取っていったのはナウマンさくら。ナウマン選手、この結果がエボジャパンから出てから、うん、本当にこの自分が変えた流れをずっと渡さないっていう試合が多いですよね。ラウンド1ファイト。さあ、ゴムに見えた地上戦からやや前のめりに踏み込みを深めていったこのナウマン、攻め鋭いですね。さあ、孫はどうするかというところ。ナウマンがなんとか返せるか。入れ替わった。孫としてはリードは取れているが、コーナーを背負っている。この端からは抜け出したい。中ダバルで確認して伸ばしていく、画面センターまで。さあ、桜にはこの飛び道具があるというこのアドバンテージをうまく生かしながら、あ、ここからしかった。これ高い、スタンチ高いぞ、痛いぞ痛いぞ、リーチ。スタンチも溜まっている。トリガー発動してなんとかスタンを回復する孫。前に出るか、ゲージは2つ、ガード。これは孫冷静でした。劣勢ながらも自分の精神しっかりキープしていました。まだリード、今度はここから返されないようにしたい孫です。ゲージ状況は孫優勢、ナウマンにはゲージ1本。さあ、波動拳を非常に長い通常技のようにうまく地上で使っていく、波動拳とその踏み込みダッシュですよね、うん、これをうまく使い分けて3番側はペースを取ろうとしている。中腰から証券仕込んでいたか見てからしっかり確認したか。近づいて送らせて打撃、タイミングがいいですね。綺麗に崩してバックステップ、いくつ波動発動。ああ、崩している。こうなると一気にチャンスになるぞ。内野入って V タイマーまだある。ここはため波動拳崩していく。強化波動拳、非常に隙が小さくてですね、ガウフサトに、うん、あの有利になるんですけれども、その状況を生かして投げ抜きを誘って倒しきるという。さあ、ナウマン、これでマッチポイント。本当ですね。さあ、少ないチャンスをうまくものにしている印象、うん、ここまでのナウマンさくら。孫、これは入れ替えたい。後ろ投げのポイントのステップ止められてしまう。ここもヒットしている。2一気に画面した。いやー、この投げも入って
しい。孫これは凝固の位置だ。あ、一挙にヒット、クラッシュカウンターから。ここはフォローできるか、ナンバー。スタンが近づいた。ダーッと。フォローしきってみせた。お見事。これでストレートでナンバーが勝利。全勝ガイド突っ走ってますね。さあリベンジはならずと。